薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の人々の動きを追っておりますこちらのコーナー、毎月1週目は脚本ご担当河合田健二さんを迎えして、それまでの流れ、それから今月の展開など伺ってまいります。河合田さん、おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、先月は関ヶ原以来宝暦治水工事までの徳川将軍家と薩摩島津の最悪の関係から一変、重秀の側室が生んだ重姫が竹姫の遺言に従って一橋家の世継ぎとして婚約、そしてその婚約者が将軍家の養子となり11代将軍になることが決定した。そうでしたね。天皇家でも宮家でも御石家でもない大名、それも戸様大名の娘が徳川将軍家の正室に迎えられました。将軍の岳父舅父となった重秀の権勢は大変なものでした。人々は高輪の下馬将軍と呼びました。はい。1787年44歳の重秀は家督を長男成信に譲りますが、藩の実権は重秀にあったんですよね。そうですよね。乱壁大名と呼ばれた重秀は、藩校増資官とか明治官とか医学院を創設して10人を超える側室に産ませた全ての子供たちを大名家に養子にやったり嫁がせたりしております。藩の財政はもうたまりませんでした。借金が500万両に膨れておりました。はい。そして22年後に事件が起こります。亀鶴問答で痛烈に自分の藩政を批判された重秀は成信を藩主から引きずり下ろして禁止録派の重臣たちを自害させました。はい。まあ、しかしその一方では図書広里を登用して財政再建を任せました。500万両もの借金を250年無利子返済の荒領事で財政再建が達成したんですね。そうですね。重秀亡き後財政再建を成し遂げた図書広里が今度は家老になりました。幕府から抜け荷の密貿易を指摘され責任を取って図書が自害してからも成興は藩主のままでした。側室のおゆらが成明の子供たちを受賞しているという噂が立ちます。いわゆるおゆら騒動ですね。そうですね。その騒動の相当の犠牲者を出して成明が藩主となります。その時歴史が珍しい人物との出会いを用意しています。はい。ということでまた今月2月はどのような展開になるのかご期待いただきたいと思います。さて、もう先月から大河ドラマも始まっております。注目が集まるところですよね。そうですね。大河ドラマ館が、オープンいたしまして、はい、何でもこのコーナーで流れております CD が大河ドラマ館でも販売中だそうですね。そうですね。この前行ったんでしたけど、大河ドラマ館の中で、CD コーナーがございましてね、はい、並んでおりました。名君島津成明と、西郷隆盛、幕末の薩摩武士、西郷隆盛さんのひ孫さんの高尾さんが歌っている CD も売っておりますし、今このコーナーでプレゼントしている焼酎も置いてあるんですよ。はいはい。本格焼酎幕末の薩摩武士、ぜひねご購入のほどもよろしくお願いしたいと思います。今月もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。薩摩人維新参加のコーナーでした。薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の人々の動きを追っておりますこちらのコーナー、先月の続きです。500万両の莫大な借金を250年無利子返済という大胆な方法で財政再建を果たした家老の図書広里が服毒自殺しました。図書は重秀が将軍の岳父であることを最大限に利用して幕府が許可した取引量を大幅に超える密貿易を展開していました。いわゆる幕府の禁令を破った抜け荷をしていたのです。幕府老中の阿部正弘がこの薩摩藩の抜け荷を追及したため、その全責任を図書広里が一身に負っての自殺でした。ただ阿部正弘の本当の狙いは別にありました。西洋列強が頻繁に日本近海に現れるようになり、一刻も早く日本の政治体制を固めなければなりませんでした。
阿部正弘は島津斉彬が早く藩主となってくれることを熱望していたのです。300諸侯中並ぶものなしと噂されるほど優秀な斉彬もすでに40になろうとしていました。ところが薩摩藩の財政再建に成功した藩主斉興は藩主の座をなかなか譲りません。図書広里の地震後も斉興は藩主のままでした。そんな島津家にお家騒動が起こります。斉彬の男の子供たちが幼くして次々に病死します。嘉永元年1848年5月に次男広之助享年3歳、翌年の嘉永2年四男敦之助享年2歳、さらにその翌年の嘉永3年には三男森之進享年4歳と立て続けに病死しました。これは側室おいらが呪詛しているからだ、おいらを暗殺しようと口にする斉彬の支持者が現れます。そしてそれが藩中枢の知るところとなり、四男の敦之助が他界した嘉永2年の12月、世に言うおいら騒動が勃発しました。翌年の嘉永3年までのわずか1年弱の間に斉彬の支持者50人余りが自身や遠投などの重い処罰を受けました。この薩摩藩のお家騒動は当然幕府の耳にも入り、老中阿部正弘の工作もあって斉興は藩主の座を降りざるを得なくなりました。大勢の犠牲を払ってようやく斉彬の部隊が用意されました。図書広里の地震から3年、嘉永4年1851年の2月、43歳の斉彬が28代当主11代藩主に就任しました。藩主になった斉彬はおいら騒動の処罰を一切しませんでした。今は我が身よりもお家よりも日本国の一大事、これが斉彬の全てだったのでしょう。斉彬が藩主になった時、各地の大名を知人に送ったとされる重い横島なしの書は、己の全てを全身全霊を日本国の近代化に捧げる斉彬の覚悟だったと思えるのです。続きはまた来週。薩摩人維新参加のコーナーでした。薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の動き追っております。こちらのコーナー、先週の続きです。嘉永3年1850年のおいら騒動では、一刻も早く斉彬公を藩主にと支持していた藩士50人余りが自身遠投などの重い処罰を受けました。自身させられた人の中に赤山幸恵がいます。赤山家は西郷家にとっては主家筋にあたる家で、両家の人の出入りも多く、西郷も実のお兄さんのように慕っていました。この人が自身した時の解釈人は西郷の父吉兵衛だったといいます。その父親が持ち帰った血染めの襦袢を西郷は抱きしめて泣き明かしたといいます。この時西郷は赤山幸恵たち斉彬派の人たちの思いを自身が引き継ぎ、斉彬公への忠誠を誓ったのでしょう。このお家騒動で大勢の支持者を失った斉彬が藩主の座に就いたのは、年が明けた嘉永4年1851年2月でした。斉彬43歳、西郷25歳、しかしまだ2人の出会いはありません。斉彬にはやらなければならないことが山のようにありました。最大の課題が西洋列強との外交問題です。薩摩藩が実効支配していた琉球には西洋列強の船がたびたび来航していました。1844年にフランスとイギリス、翌年にはイギリス、
そしてまたその翌年にはフランスとイギリスという具合に彼らは武力をちらつかせ海航貿易を迫りました。特にイギリスは成明公が藩主になる11年前の1840年アヘン戦争で中国の清を武力でねじ伏せ香港を割譲していましたので最も厄介な相手でした。薩摩藩は日本中のどの藩よりも西洋列強からの圧迫を受けていたのです。そこに琉球から驚くべき知らせが届きます。アドベンチャー号と名付けられた小舟に乗った日本人が上陸したというのです。それは成明が藩主に就いた嘉永4年1851年2月2日上陸した日本人とは土佐の漁師だったジョン万次郎一行でした。土佐の藩王藩女の家の次男に生まれた万次郎は10年前の天保12年1841年14歳の時漁の手伝いに出て遭難、伊豆諸島の鳥島に漂着しました。その143日後アメリカの捕鯨船に助けられます。そしてその船の船長に気に入られて養子になった万次郎はオックスフォードに学びます。その後も英語、数学、測量、航海術、造船技術などを習得しパーレットアカデミーでは首席だったといいます。万次郎はそのアメリカで民主主義や男女平等を目の当たりにし人種差別も体験したといいます。学校卒業後は捕鯨船に乗り10年後の1851年帰国を決意し上海行きの商船に乗り込み琉球上陸を果たしたのでした。まさに歴史は幕末の薩摩に最も貴重な人材を登場させドラマチックな出会いを用意しました。続きはまた来週。薩摩人維新参加のコーナーでした。薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の人々の動きをご紹介しております。こちらのコーナー、先週まさに歴史は幕末の薩摩に最も貴重な人材を登場させドラマチックな出会いを用意したとお伝えしました。嘉永4年1851年、藩主に就いたばかりの成明に琉球から届けられた驚くべき情報は漁船で遭難しアメリカで10年余り生活した土佐出身の日本人漁師ジョン万次郎の一行が琉球に上陸したというニュースでした。鎖国中の日本ですから通常は国外に出た日本人が外国から帰国することは許されません。しかも身分の低い領民ですから琉球での取り調べも早々に切り上げ幕府直轄の長崎に護送するのが順当な手順のはずです。しかし成明はこの万次郎を鹿児島に護送させます。そして面談しました。成明は当時の日本で最も開明的な藩主でした。乱壁大名と言われた曽祖父の重秀公に可愛がられ文政9年1826年、成明公が18歳の時には江戸に来ていたドイツ人医師シーボルトとも面談しています。成明は当時の日本人の誰よりも世界情勢を知り興味を持ち理解しようとしていました。そんな成明にはアメリカで10年近く暮らしてきた万次郎の体験と学んできた知識や技術を直接聞けることは大変意義のあることでした。鎖国していた日本にとって万次郎の英語、数学、測量、航海術、造船技術のすべてが希望をもたらす宝物でした。成明にはそれが分かっていました。ですから長崎に護送する前に鹿児島に護送させ面談したのです。そしてその面談が以後の成明に西洋文明を身近なものとして捉え
挑戦する自信を与えてくれました。目の前にいる土佐出身の漁師がわずか10年弱でこれほどの知識と技術を身につけてきた、西洋文明のあらゆることが日本人にもできるという証明ではないかという自信を芽生えさせたのです。おそらく藩主が斉彬でなかったらこの二人の面談はなかったでしょう。まさに歴史が用意した面談としか言いようがありません。斉彬は万次郎からアメリカの実情や西洋列強のさまざまな情報を得ます。そして藩士や造船大工らに造船術や航海術を学ばせます。また後に一木四郎を琉球に派遣しヨーロッパ研修の調査をさせたのもこの万次郎との出会いが影響していたはずです。ジョン万次郎はこの後長崎奉行所の取り調べを受け踏み絵をさせられた後アメリカから持ち帰った書物を没収されますが1年半後にふるさと土佐に帰っています。漂流から11年の歳月が流れていました。この続きはまた来月。薩摩人維新参加のコーナーでした。